アンドリー・オレクシオビッチル人、アンドレーオリー・キシオビッチル人、1999年2月11日隊は、ウクライナ・ハルキウ州クラスノーラード出身のサッカー選手、レアル・マドリード所属、ポジションはゴールキーパー。2015年に FC ドニプロに入団し、2016年10月16日の FC カルパティリビュー戦でプロデビュー。 2017から18シーズンは FC ゾリアルハーンシクに移籍し、レギュラーに定示。190センチメートルを超える長身から国内では若き守護神として注目されるようになり、特に2017から2018シーズンの UEFA ヨーロッパリーグのグループリーグではスペインの強豪アスレティックビルバを相手に攻守を見せ、UEFA の週間ベストイレブンにも選出された。 この活躍を受けインテルなど欧州の複数の強豪クラブからの興味が報じられる。2018年6月22日、スペインのレアルマドリード遺跡が発表された。契約期間は6年間で遺跡金は推定1400万ユーロ。当面は B チームにあたるカスティージャでプレーする予定とみられていたが、第 3GK のキコカシージャの対談が濃厚なためティボ、クルトゥア、 ケイロルナバスに続くトップチームの第 3GK になると報じられている。しかし、移籍期限内にカシージャの移籍が決まらず残留したため、出場機会を得るため、2018年8月27日に同じマドリード州の CD、レガネスへのレンタル移籍に合意。契約期間は1年間。しかしレガネスでは、イゴールキーパーのイバンクエジャルの控えという扱いに止まり、 主にカップ専用因に甘んじた。2019年8月14日、レアル・バリアドリードへのレンタル移籍が発表された。契約期間は1年間。バリアドリードは、レアル・マドリード OB のロナウドが代表を務めており、レアル・マドリードとの関係を深めている。しかし、バリアドリードでも、性ゴールキーパーのジョルデマーシップの控えという扱いに、止まり、カップ戦のみの出場となった。 2020年1月15日、レアルマドリードが期待したような経験を積めていない、現状からバリアドリードとの契約を打ち切り、セグンダディビシオンのレアルオビエドへのレンタル遺跡が発表された。契約期間は2020年6月までの6ヶ月間。2019から20シーズン終了後にレアルマドリードに復帰。前シーズンに第 2GK を務めていたアルフォンス・アレオラが、 レンタル期間終了に伴い対談、トップチーム在籍経験もあるルカジダンも対談したため、2020から21シーズンは第 2GK として移籍後発となるレアルマドリードで選手登録。2014年から各ユース世代のウクライナ代表に招集され、2017年には若干18歳で A 代表に初招集を受ける。2018年3月のサウジアラビア代表戦に、 出場、ウクライナ代表のゴールキーパーとしては、史上最年少デビューとなった。2019年6月は、U-20 代表として 2019FIFAU-20 ワールドカップに臨むことになったが、同時期に行われた、A 代表の UEFA ユ u ロ2020予選にも、第2次 EK として、招集を受けたため、二足のわらじとなった。U-20 ワールドカップ本戦では、 剣士を披露して、ウクライナ U-20 代表の躍進の原動力となり、決勝の韓国 U-20 代表戦でも、講師を披露し、ウクライナの U-20 ワールドカップ初制覇に、貢献、最優秀ゴールキーパーに選出された。国際 A マッチ6試合0得点。ありがとうございます。